この動画はゲーミングチェアのシート破れを補修したドキュメント映像です。360度カメラの映像を切り出したので画質はいまいちですが、よかったらご視聴ください。2年を超えたあたりからお尻の痛い椅子になり、3年目にクッションを交換しました。座面クッションの使用です。その後は座り心地の良い椅子になりました。さすがに5年間も使っているとシートの痛みが目立つようになりました。破れた箇所に合わせ補修シート用の型を取ります。シートには膨らみがあるため紙を組み合わせています。型紙に合わせて補修シートをカットします。補修シートはAmazonで買いました。膨らみがあるためカットは意外と大変でした。この補修シートは裏に粘着のりがついているので裏紙を剥がして貼るだけです。後でシートが剥がれないようにアルコールで拭いています。貼る順番を考えて裏紙は何枚かにカットします。できるだけシワにならないように引っ張りながら曲面に合わせて貼ります。もう少し裏紙を小さくカットした方が良かったかもしれません。この辺りは曲面に合わせ引っ張りながら貼ります。なんとか終わりました。これでもいいのですが、念のためホットガンで温めて密着させています。設定温度は120度です。シワも少なくなりますが、温めすぎは厳禁です。少しシワが残りましたが完成です。合格だそうです。もう破んなよ。使用材料です。購入先は概要欄のリンクを参照ください。最後までご視聴ありがとうございました。